宇和島市吉田町の多摩津地区というところで、みかん農家をしています。高校を出て、就職したんですけど、そんなに実は農家になりたかったわけでもなく、こんな田舎に残りたかったわけでもないんですけど、県外とか県内とか何年かこういろいろ仕事をしている中で、宇和島の方、地元に戻ってきた時に、農大出てすぐにみかん農家を継いでた友達がいて、その辺とか先輩が楽しそうにみかん農家をしてたわけですよ。いろいろ楽しい話を聞いてるうちに、自分も親の後を継いでみかん農家をやってもいいのかなっていう気になって継ぐことになりました。見て分かる通り、こう急なところが多くて、この辺でみかん農家するのはなかなか大変ですけど、美味しいみかんができる産地でもありますし、そういったのをこうお客さんだったり友達とか、そういった方に食べてもらった時にめっちゃうまいねと、喜んでもらえるのが一つ大きなやりがいかなと思ってます。そうですね、今15年目ぐらいになるんですけど、年に1回しか収穫がないんで、まだ15回しか作ったこともないですし、毎年こう天気も違ったりもするので、こうなかなか自然相手に同じみかんというか、毎年いいものをたくさん作るっていうのが、こんなに難しいのかと、もう15年やってても改めて思うようになったので、その辺はこういつまで経っても多分大変なんだろうなと思いながら毎年勉強してます。ちょうど5年前ぐらいに西日本豪雨がありまして、多摩津の方も今でこそ全然分かんなくなりましたけど、ここから見ただけでもすごい数のこう土砂崩れで茶色い爪痕のように多摩津全体がなってて、もともと高齢化して生産量が減ったりとか農家さんが減ったりもしてたので、そういったもともとあった問題と、被災からどう復旧復興するかっていうところで、若い子がたまたま多かったので、自分たちで会社立ち上げて、いろんなことができたらいいねということで、被災をきっかけに立ち上げました。営農と販売と、2つありまして、販売の方は僕たち多摩津共選場、JA 姫南の多摩津共選場にみかんを出荷して、会社で販売するものは、農協からまた買うっていう農協を通す仕組みにしてまして、そういったところでこう僕たちだけが儲けるんじゃないっていうシステムを作った上でやってるんですけど、販売、僕たちも細かく個人の消費者の方とかいろんなところに販売することによって、多摩津とか多摩津みかんっていうブランドが広まっていくのかなと思ってます。で、営農の方としてはちっちゃい苗木が届くんで、その辺をまとめて会社で大きくして、農家さんに買っていただいたりだとか、会社に営農専門の社員もいますので、高齢の農家さんのところにこうお手伝いに行ったりだとか、いろんなことをしてます。一農家としてはやっぱりまだまだ親父にかなうほど上手にみかんも作れてないので、その辺はどんどん頑張って、いいみかんが毎年たくさん作れるようになりたいなと。せっかくこう会社も立ち上げてやってますので、地域を盛り上げるっていうところで、移住者の方、今1名移住者受け入れて研修して独立された方もいて頑張ってやってるんですけど、そういった方ももっと増やしていきたいかなと思ってますし、やっぱり収穫期とかに、労働力不足だとか、いろんな問題があるので、そういったところも含めて会社でできることを、今できることをいろいろやっていきながら、多摩津を今以上に盛り上げていけれたらなと思ってます。僕ここの景色すごく好きで、自分が住んでる多摩津地区が全部見渡せるし、何もない田舎じゃ田舎ですけど、こういったいろんな
いい景色とか自然もたくさんありますし、まあ、人も他と比べればいい人も多いのかなと思ったり、まあ、もちろん海の幸山の幸いろいろありますし、まあ、生まれ育ったからっていうひいき目なしにしてもまあいいとこなのかなと思っては生活してます。